カチカチ山。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人の住んでいる村は山のふもとにあったので、おじいさんが畑仕事をしていると、いつも山から動物たちが遊びに来ていました。この動物たちの中に一匹だけいたずらばかりするタヌキがいました。タヌキは畑を荒らしたり、他の動物たちをいじめたりするので、おじいさんはいつも困っていました。ある日おじいさんはこのいたずらタヌキを捕まえてやろうと、タヌキがいつも座っている切り株に鳥餅を塗っておきました。おじいさんがいつものように畑仕事を始めると、今日もまたあのタヌキがやってきました。こら、いたずらタヌキめ。おじいさんがクワを振り上げると、タヌキはちょこまかと走り回り、やがて切り株の上に座って手をたたいて笑い始めました。タヌキのやつ引っかかりおったな。おじいさんはクワを構えてタヌキに近づきました。タヌキはすぐに逃げようとしましたが、切り株にお尻がくっついて身動きが取れません。どうだ、参ったか。こうしておじいさんはついにいたずらタヌキを捕まえました。おばさんや、今日の晩飯はタヌキ汁だぞ。おじいさんは捕まえたタヌキを家の中に吊るしました。ばあさんや、わしはまた畑に戻るが、タヌキが何を言っても決してこの縄を解いてはいけないよ。おじいさんはそう言って家を出て行きました。おばあさんは今夜のたぬき汁に入れる餅をつき始めました。おいばあさん、一人で餅をつくのは大変だろ。おいらが手伝ってやるから縄を解いてくれよ。いや、ダメだよ。縄を解いたらお前は逃げるんだろ。大丈夫、餅がつき上がったらまた縛られてやるから。黙っていればおじいさんにバレて怒られることもないさ。そうかい。実は腰が痛くてうまく餅がつけないんだよ。それじゃあ少しだけ手伝ってもらおうかね。こうしておばあさんはタヌキの縄を解いてしまいました。するとタヌキは餅をつくキネでおばあさんを殴り、そのまま走って逃げていってしまいました。数日後、おばあさんは頭にけがをして家で寝込んでいました。おじいさんはおばあさんの看病をしていました。その日、家にウサギが遊びに来ました。ですか、おばあさん。どうやらばあさんはタヌキのやつにやられたようだ。なんてひどいことを。おじいさん、おばあさん、タヌキのやつは僕が必ず懲らしめてやりますから。そう言ってウサギは山に帰っていきました。
次の日、ウサギはタヌキを誘って山に薪を拾いに行きました。拾った薪を背負って山を降りる途中、ウサギはタヌキの後ろに回り込んで火打ち石をカチカチと鳴らしました。おや、ウサギどん、なんだか変な音が聞こえるぞ。ああ、ここはカチカチ山だからカチカチ鳥が鳴いているんだよ。そんな名前の鳥がいるのか。二人はまた歩き始めましたが、だんだんタヌキの背中が熱くなってきました。やがてタヌキの背負っていた薪に火がつきました。うわー、熱い熱いよー。タヌキは大声で叫びながら走り出しました。そして背中の薪を放り捨てて目の前の川に飛び込みました。こうしてタヌキは背中に大やけどを負ってしまったのです。3日後の朝、タヌキが巣穴でうんうんとうなっていると、ウサギがお見舞いにやってきました。やあタヌキくん、具合はどうだい。カチカチ鳥のせいでひどい目にあったようだね。背中の傷が痛くて痛くてもう大変だよ。かわいそうにな。実は僕、やけどによく効く薬を持ってきたんだ。おお、ありがとう。早速オイラの背中に塗ってくれよ。わかった。ただし、ちょこっとだけ傷にしみるけど、我慢してくれよ。ウサギはタヌキの背中に薬をたっぷりと塗り込みました。するとその薬のしみることと言ったらありません。うぎゃー！痛たたたたたた！タヌキはあまりの痛さに布団から飛び上がり、床を転げ回りました。実はウサギの塗った薬にはからしがたっぷりと入っていたのです。それからしばらくして、タヌキのやけどもようやく治りかけた頃、ウサギはタヌキを誘って魚釣りに出かけました。ウサギはあらかじめ木の船と泥の船の2艘の小舟を用意していました。そしてウサギは木の船に、タヌキは泥の船に乗って海辺から沖へ向かいました。タヌキの乗った泥の船は波がかかるたびに少しずつ欠けていきました。なあウサギどん、この船だんだん小さくなっているような。気のせいだよタヌキくん。泥の船はどん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 と小さくなり、とうとう船は真ん中からパックリと割れてしまいました。うわー、助けてくれー。タヌキは激しく暴れながら泥の船と一緒に水の中に沈んでいきました。こうして仕返しを終えたウサギはおじいさんとおばあさんのもとへ走っていきました。